はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ということでね、姉さんがお送りするワンピース海賊無双4前回の続きやっていきたいと思います。はい、その名は放っちゃおけねえ。はい、ということでね、麦わらその名は放っちゃおけねえな、ということで今回スモーカーですね。スモーや。はい、はい、どうぞ。よし、やるか。で、私は、赤犬で海軍なんで。ああ、そうか。ストーリーがね。はい、サクッと。今回のチップめっちゃ見やすい。え？毎回こんなんで。何言うの？はい、終わり。どっち行くの？じゃあ俺別れようかな。何にバコ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 縛いてんのこの豚野郎。わかんない、上手みたい。何この鍵、何なのこの鍵爪。新タイプだよ。はい、はじめ。はい、じゃあもうなんかいいって。今度バージュスか、バージュスタイプか。バージュスタイプばっか出てくんじゃねえよ。あ、出た出た。悪霊のスモーカー、てめえの正義にかけて悪党どもは逃がさねえ。よいしょ。悪霊のスモーカーいるのね。あの真ん中、いや、あの青いとこ。はい、よいしょ。いっぱいいんじゃないの。分身できるのか。どちらの能力が上か試してやる。どうしよう、何。私コロシアム周辺の、あっち行った方が良さそうだね。救援を、救援をお願いします。おい、もうちょっとバージュス邪魔だって、マガイの人。よいしょ。急に何出た、鍵爪。あ、終わり。なんか斧持った人が出てきたんで。もうバージュスタイプ2体いた。2体は邪魔だって。あ、ドフラミンゴおった。2体は邪魔だって、バージュスタイプ。いって。チャンスを逃すんじゃねえぞ。これ本物か。めっちゃいる、めっちゃいる。ちょっと待って。そういうことよ。さすがですね。はい、みんなも勢いつきます。あー、でかい、でかいのが来た。お、もう俺バージェスタイプ。うわ、なんで技の途中で俺吹っ飛ばされてんの。なんかされよ、俺たちのもんだ。邪魔。あ、痛い。え、取ったしまうところに。倒したと思ってた。カシギンとかなんとか守った。バージェスタイプもう得て。出た、ジェニーの神。ヨウさんとミスターって、何、神と師匠。リーダー来た。はい、邪魔。はい、抑えた。拠点ダッシュ。やばい。あ、おら、この鍵爪見えへん。オッケー、倒した。ちょっと待って、鍵爪倒した後ろからなんかバージェスが、バージェスタイプが。バージェス海賊隊長何を。だから50人ぶっ倒すんじゃない。そう、おう、ちょっと邪魔ない。
またバージョンスタル来た。いや、一体ずつ来る分にはさほど問題じゃないかい。ルフィ、あなたほど頼もしい相手はいないわ。統合開始。終わった。引き倒せや。どこよそれ。そこ、そっちの方が近いから行って。こっちから行って。手間取らせやがって。ああ、倒した倒した。タシギについていこう。岩さん、無撃は勝負に友情は持ち込まない。それがルールよ。もうだいぶやられてるよ。わー、岩さん倒した。あんなにレッスンしたのに。よいしょ。悔しい。あ、ごめん、お前強いから本気出しちまった。ね、ここをセーブするのね。大した覇気じゃねえか。すごいやん。よくもやってくれ。食べるね。バタースの顔面出してんじゃないわよ。もうやめとけよ。俺の勝ちだ。麦わらの位置どこまで強くなっていく。いや、分からへん。俺麦わらの一味じゃないもん。ありがとうよ。はいよ。どういたしまして。はい、ダッシュ。隊長、これが終わったら飯作ってやるよ。悪いが見逃せねえんだろ。これが海兵で、お前が海賊である限りな。だ、誰と喋ってる。後ろに出てきた。見てろよてめえら。バージェスタイプな。もうええって。宮城たて何で倒したんや。分かんない。バルトロメオ。キャベツ、キャベツ。そこにおる、ね、強く美しいこの僕がここで負けるわけにはいかないな。どこに現れる。写真ならバルトロ。いや、もう一頭バルトロでやっと。あ、キャベツ。うん。命を正義の礎とする。終わった。いいぞ、もっとぶっ飛ばせ。キャベツ、キャベツどこ行った。こっち来てくれよ。待っとこ。正義に行き過ぎなどありゃせん。悪は一人残らず消し去るのみ。うわ、もう海賊隊長出てきすぎや。油断してたらこっちまで巻き込まれちまう。くそー、ファンを取られたか。え、もう倒した。え、よ、俺倒してないで。どこよ、カブ。バルトロメはもうとっくに倒したけど、まあそこは動いてないもん。こっちまで来よ。その向こうも、その向こうかい。はい、終わった。キャベツ、キャベツ。そうだね。イワラ、お前を倒すのはこの僕だ。これ式の攻撃よいしょ。終わったんじゃん。いい終わりかて。無事に終わってよかった。余裕やろ。もう海賊隊長多すぎる。うん。何人倒したん。分からん。50人倒したやろか。倒さな次いけてないもん。あ、そうな。一応条件があった。うん。お、5。え、倒してないんじゃん。倒しと倒しと。ほんまに？だってあれボーナスミッションとかじゃないもん。そうな。あ、赤犬のはほらほら。でもそんなんじゃないの俺欲しいの。
バギー使えんで。いらんよ。決戦エピソード。あ、これやると出てくるってことな。挑戦できるようになりました。解放。おお。再雇用計画。え、バロックワークス。みたいね。へえ。で、あと1、2、3。うん。結構。なんか増えてない？7、8。あ、増えたな。うん。この辺なかったんじゃん。うん、なかったと思う。これもなかったで。ちょっとつもし？なんか増えてるね。増えてる。イーストブルーが増えてる。終わらへんやん。終わらへんやん。で、これが決戦エピソード。うん。終わらへんやん。ちょっとちょっと。めっちゃ増えてんで。みたいね。へぇー。すこぶる増えたね、まだまだ終わりそうにないな。はい。ということでね、次回も頑張っていきたいと思います。はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニがやっておりますアンチャーデッド並びに地球防衛、地球防御 4.1 で、私の方がやっておりますドラゴンボール Z カカロット、で、私とゼニの方がやっておりますファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーじゃねえよいや、のゼニさんと2人で噛んでるよダメだよ、間違えてるバイオハザード5プロフェッショナル並びにですねデーモンズゲリラライブ、ゲリラライブの方は不定期でございます。はい、終わり、終わり、終わり告知終わり、終わり。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あとですね、サムネイルの絵等のですね、七持ちさんに書いていただいた分、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。